とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はイベント、もう少しで終わりだね。もう少しで、ハロウィンイベントが終わりです。全部ね、もちろん撮っていきましょう。いいのが出てくれればいいんだけどね。なかなかね、難しいとこなんだ。今日は、ゴーディアンと、クモノスが出てます。で、こっちは、カマか。まあ、いらないんだけども、まあ、一応撮りましょうか。三つちゃちゃっと、行ってきまーす。では、まずは、締めっぽい沼からですね。初期 HP が1に固定。で、炎の矢のみ。毒の雲。毒の雲がね、結構、めんどくさいんだよね、確か。バーって減るから、ちょっとやりにくいやつではあるんだけども、まあ、大丈夫でしょう。ここは、キャプテンが居やすい場所なので、一応キャプテンは全部倒していく感じで、ね、やっていこうか。うん。多分大丈夫でしょう。いけるっしょ。とりあえずボスまで来ましたね。変更点が、モブの HP90% 増加と、速度が 70% 増加。あと一つが略奪者か。になってます。で、途中でね、変更の敵が出てきて、やられちゃったんで、ちょっとワンパンで倒します。ちょっとね、やられちゃったのよね。変更にはやっぱ弱い。うん。どうしてもね、変更で弾き返されると、2発ぐらいで死んじゃうんで、ダメなんだよね。まあ、一応旗はね、全部入手できたので、いいとしましょう。クリアでーす。報酬は、ここは雲だよね。うん、雲の巣252。性能が良ければ、パワーなんてどうでもいいのよ。性能いいやつが欲しい。で、月のダガー258。うん、まあ、クリティカルがついてるとそこそこダメージは与えれるんじゃない？次行きましょう。次はここだね。ナイトモード、あ、危ない危ない。ナイトモードだけども、まあ、3回、4回死んでいいんで。余裕でしょう。やっぱね、一回死んだら終わりのところって結構きつい。うん、ああ、今のところはね、二回で、あれだったけども、やっぱね、やられる回数が減ってるところはね、きついんだ。やっぱりね、変更点でね、どうしても、無理ゲーなところがあるのよ。やられるっていうところが。で、そこでね、また装備を変えて挑戦っていう風にできないんだよね。わあ、危ない危ない危ない。もうほら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 。こういうやつ。こういうやつだよ。本当に。あれが出たら、もうどうしようもないから、これで行くっきゃないの。もう本当に。無理だよ。本当に。変更が来たら。よし。倒しましたね。まあ、とりあえず、クリアしましょう。よし、ここで終わりです。成功させる。ここなかなか難しいんだよね。いけ！よっしゃー！成功！あとは、最後まで行くだけだね。よし。で、ここがゴーディアンだ。ゴーディアンはね、欲しいのよ。めちゃいい装備が。あれいいからね、見た目も最高だし。ゴーディアンと大釜。その二つは欲しい。でもイベントの期間が、あと三日ぐらいなんで、ちょっとね、厳しいかな。今まで一回も出てないんで。最後頼むよ。本当に。いいやつ来てください。いや、別に幸運装備しなくてよかったか。まあいいや。クリアです。見てみましょう。報酬は、ゴーディアンだね。で、追加はなし。はい。もう一個行こうか。最後は砂漠の寺院。またナイトモードだね。で、魂2倍のキューポン。そうか、そうか。まあ、ここは余裕でしょう。もう慣れたもんだよ。何回も来てるからね。ここは慣れてる。今回も、全部旗、取っていきましょう。どんなきついダンジョンになるでしょうか。
でもこれ球根があるからね、しかも2倍だから死ぬことはないと思うんだよね。回復がめちゃくちゃ来るんで死ぬことはまずないと思うんだけども、まあワンパンがなければいいかな。うん、ワンパンなければ全然いける。今のところ脅威に神秘2つ来て、ここでなんだ、あ、また脅威か。じゃあ、クリア前の横道のところに残り2体ってことかな。なら楽勝だね。このまんまいけるってならば、全然余裕でいけるでしょう。うん、雑魚敵がいないとちょっと、時間がかかる。なんだ、モブがクリーパーに変わる。いやー、余裕だな。あれ、いなかったな。キャプテンがいなかった。まあまあ、いいか。うん。別に、今回はイベント装備の狙いなので。あ、いや、違うわ。ここイベント装備別にいらないやつだ。まあまあ、いいでしょ。行きましょう。普通に、倒しましょう。ここだな。こういう、あ、おお、では、見てみましょう。何が来るかな。これは分かってる。ここ。なんだ、ベノムグレイブか。ベノムでしたか。まあ、ちょっと見てみましょうか。ベノムグレイブ。これはお供え物だね。で、スカルの大釜。あ、流れ込む魂ある。虚無がついてる。で、輝き。まあまあ、いいんじゃないですか。ぼちぼち。で、途中で出たウィザーのアーマー。あー、いらないね。やっぱクールダウン一つは欲しい。月のだが、クリティカルがついてない。ダメだな。輝き、よくは追い打ちで真ん中が、重力でもまあいいか。いやー、使わないかな。お供え物です。ゴーディアンド、ダメ。雷フォーカスはついてるんだけども、クールダウンがないんだよな。ダメだね。雲はどうだ？頼む！ダメだ。あー、クールダウンショットがついてないんで、ダメですね。まあ、ロールチャージもアーティファクトチャージもついてないんで、そこでもダメだったか。浮遊攻撃が真ん中にあるからね。まあまあまあ。なかなかいいのは出ませんね。とりあえず、あと3日間、あと2日間、あと2回だ。そこでなんとか、いいやつが出るように祈りたいです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。